ケビン・ジョンソンはカリフォルニア州サクラメント出身の NBA の元バスケットボール選手および政治家。ポジションはポイントガード。ニックネームはキロジュール。フェニックス・サンズの背番号7は彼の永久欠番である。高校に在学中、メジャーリーグのオークランドアスレチックスに投手としてドラフトを受けるが断り、1987年の NBA ドラフトでクリーブランドキャバリアーズに全体7位で指名され入団。キャバリアーズは前年に有望な PG としてマーク・プライスを獲得していたがプライスが期待通りの活躍をできなかったためプライスの奮起という意味も期待してライバル PG としてキロジュールを獲得した。この方針が功を奏しプライスはレギュラーに定着する。 そのため1988年2月28日、ジョンソンとチームメイトのマーク・ウエストは当時低迷中のフェニックス・サンズにトレードされた。サンズにおいて、キロジュールは1年目からスターターとして活躍を見せた。1988から89シーズンには平均20.4得点、12.2アシストを記録、20得点12アシスト以上を記録した選手は、 それまで、マジック・ジョンソン、アイザイア・トーマスしかいなかった。このシーズンから3年連続で、平均20得点、10アシストという PG としては屈指の数字を記録した。リーグで、最も攻撃力の高い PG として、サンズの中心で活躍。3度 NBA オールスターゲームに出場した。また毎年プレーオフに出場し、チャールズ・バークレイ加入後の1993年の、 NBA ファイナルではマイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズを勝率で上回る NBA1 位の成績でホームコートアドバンテージを得てブルズと激突。キロジュールはジョーダンともマッチアップするもチームはホームゲームでまさかの3戦全敗。しかも第6戦は終始ーーンズがリードしていたものの試合終了間際にジョン・パクソンに逆転3ポイントシュートを起死し。 2勝4敗で敗退した。その後のシーズンは怪我が目立つようになり、期待されたサンズもキロジュールを筆頭に、チャールズ・バークレーダン・マーリーなど中心戦力が万全の体制で揃う、ことが少なく二度とファイナルへ進出することが叶なわなかった。そのままジョンソンは1996年から1997年シーズンの終了後に引退を表明した。しかし、 1997年から1998年のシーズンに窮地のサンズを救うために復帰し、サンズの13連勝とキャリア最後のプレイオフ、進出権の確保に貢献。敗退後に再度引退した。1999年から2000年のシーズン終盤、ジョンソンの後継者として期待されたジェイソン・キッドが膝を骨折し、欠場を余儀なくされると、 サンズ球団社長のジェリー・コランジェロは引退していたキロジュールに急遽復帰要請をし、再び現役復帰を果たし、プレーオフでは控えのガードとして出場し、チームを助けた。プレーオフ終了後最後の引退をした。2001年3月、フェニックス・サンズ対サクラメント・キングス戦で、彼の7番を永久欠番とするセレモニーが行われた。この試合は、キングスが勝っている。 2008年11月4日、サクラメント市長に選出された。学生時代にスピードスケートと野球でも有名な選手であり、野球に関しては MLB にもドラフトされた経歴を持つ。突出したスピードと跳躍力を誇るフィジカルアスリートであり、ドライブインからの得点で都心力のあるプレーをたびたび見せた。時には、 ボール下のビュークマンを吹き飛ばすようなスラムダンクを見せる。一方、ボールハンドリングやパスセンスにも優れシーズン平均2桁アシストを4度記録、また通算平均アシスト9.3という数字は、その上にはマジック・ジョンソン、ストックトン、ロバートソン、アイザイア・トーマスの4人しか存在せず、あとにサンズの PG として活躍し、アシスト能力に引いてていたジェイソン・キッドや、 スティーブ・ナッシオも上回っている。試合平均20得点10アシストという PG としての理想的な攻撃力を示すといわれる指標を3シーズン連続で記録している。この指標は NBA の歴代でもキロジュールを除き、オスカー・ロバートソン、ネイト・アーチ・ボルト、マジック・ジョンソン、アイザヤ、トーマス、ティム・ハーダウェイ、クリス・ポールの6人しか記録していない高度な指標であるため、 PG 史上でも屈指のオフェンス能力を持っていたことが伺える。歴代の名だたる PG の中でも身長2メートルを超すマジック・ジョンソンを例外とすれば185センチメートルの小柄な体で垂直飛び120センチメートルの跳躍力を持ちダンクシュートを常時見せていたのはキロジュールのみである。特に名高いプレイとして プレーオフの舞台で当時ブロックショット王で7フッターのアキーム・オラジュアンに突進してのスラムダンクや同じくセンターのホットロとウィリアムズを飛び越えてダンクしそのままウィリアムズの背中におぶさってしまうというプレーなどがあり強心臓で大変派手なプレーが現役時代の名シーンとしてはよく取り上げられる投資を剥き出しにしたプレーを心情としており当時の弱小であったサンズの意識改革には 大きな影響を与えたとチームメイトが証言している。しかし圧倒的な突進力と比べ、ミドルレンジ、ロングレンジからのシュートの成功率には難があったが、キャリア後年に差し掛かる96年には3、P 成功率も441と向上を見せた。スティールやフリースローも毎年ランキングに乗る数字を残し、ドリームチーム2にも選出され、 当時アシスト王のジョン・ストックトンに挑戦できうる最高クラスの PG として、また地元からはシカゴ・ブルズの連覇を阻むことを大いに期待されていたが、93年にそのブルズとのファイナルで完敗して、後はキロジュール自身怪ガガチになりかつての輝きをほぼ失ってしまい、その爆発的なスタッツからすれば、同時代のストックトンやキッド、ペイトンと比べ短命なキャリアに終わったと言える。 全世紀の期間は短く、通算アシスト数は16位にとどまっているものの、平均アシスト数では、歴代5位。デビューは、キャバリアーズであるが、サンズで、彼の背番号が永久欠番に認定されたところを見ても、彼のプレーが、歴史に残るものであったと地元では、評価されていることが伺える。通算アシスト数七百十一、歴代十六位現役の頃、ジョンソンは、 地元のモールのサイン会で無料でサインをしていた。また、同じく現役時代に、サクラメント市内に、市内の子供を対象にした、学校、セントホープアカデミーを開校している。漫画スラムダンクに登場する宮城良太のモデルであると、されている。ありがとうございます。